その時に僕衝撃的だったのは、うん、まあ、ちょっと指導者講習会だったんで、せーの、ワン、おー、これこれ、人気のインタビュー企画ということでですね、今回のスペシャルゲストのお二人に来ていただきました。おのおの自己紹介の方よろしいでしょうか。株式会社エルトラックの代表の鈴木と言います。バスケットボールの家庭教師という事業をやってます。よろしくお願いします。JBA の方でもってことですよね。そうですね、はい、はい、現場としては男子のフル代表のサポートコーチと、はい、アンダー12とか13のナショナルのキャンプとかそういったことのヘッドコーチ、まあ、上と下をこうつないでいくっていうことが一つの役目で、あとは指導者養成とかユース育成のそういう会議体でもやらせていただいてます。なるほど、日本の実情をですねもう知っているということで、いやいやいやよろしいでしょうか。はい、はい、ライフルの増尾と言います。私はバスケ全くやっておりませんずっと小中高野球でして、はい、大学から今マイスホッケーを社会人でやってるんですが、今あのライフルという会社で、はい、スポーツの指導者であったり保護者の悩みを解決するスープというサービスを、はい、エルトラックさん鈴木さんと一緒にやらせていただいてます。よろしくお願いします。もう大学後輩なんですよ。ああ、なるほど。そうです、学科も後輩で、学科も、そうです、はい、でうちの会社の加賀谷という、はいはい、同級生で、あ、そうなんですね、千葉大のレジェンド、いや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 、そうなんですね。このライフル初めて知ったんですけど、社名、はいはい、なんでスポーツをやるとかって聞いた時に、そもそもライフルって不動産屋みたいなイメージがあって、うん、あ、そうですよね、はい、なんでスポーツなのみたいな感じで、はい、聞いたら結構あーなるほどみたいな、面白くて、そうですね、社名の由来みたいなこと、ライフル自体もともと旧ネクストっていう社名だったんですけど、うんうんうん、あのライフルっていう社名に変わってまして、あらゆるライフをフルにする、要は一人一人のあらゆるライフが満たされてない状態を、満たしていこうと、でそれはあのどの方面でもいいと、で、不動産っていう領域はもちろん住まいっていう領域でやってましたけど、はい、私自身はスポーツやってますし、あとはフードロスやってる人もいれば、まあ、いろいろとあらゆるライフをフルにするための事業を今やってると。はい、すいません、そういうふうに言いたいだからスポーツなんだと思ってああ、なんだな、僕納得しちゃったって、僕はスポーツバカなので、そのままでも考えましたね。僕は考えてないですあのすごいちゃんとした人たちがちゃんとした会議室で決めたんですけどすげえ言いたくなっちゃったいつ言おうかなあともう一つ最初に聞いておきたいことがありまして、うん、その話に出たスーフって何ぞやということで、はい、説明よろしいでしょうか。スーフはですね、今バスケもやらせていただいてるんですけど、野球とかサッカー含めて、練習メニューとか、うん、トレーニング方法を、はい、ちゃんとした指導者の方々から、うん、発信をしているサービスになっておりまして、うん、今一般の指導者とか保護者向けにサービスはオンライン上でやらせていただいてますけど、これから部活動の現場の課題解決を目指して、うん、実証実験をこの11月から全国の4つの中学校とやらせていただく予定です。もうすぐですね。もうすぐですね。対象としてはどのぐらいのカテゴリーの方たちなんですか。今現行のそのオンライン上のスーフのサービスに関しては小学生年代から大学生まで幅広く、なるほど、まあ、だから社会人の方もいらっしゃるんですけど、特にミニバスの指導者の方とかバスケ領域は今使っていただいている方多いですね。うーん、はい、と部活の方も先生、そうですね、はい、ということですね。今回ぜひ見ていただきたいのがチームのコーチさん、あとは保護者の皆さん、その方たちにぜひ見ていただきたいので、最初に言いますけども、良いと思ったらぜひねシェアしてくださいね。よろしくお願いしますでですね、その小中学生のコーチ保護者の皆さんにですね、今回の座談会でいいんですか、座談会で3日間アンケートをですね取らせていただきまして、まあ20件ぐらいかなと思ったら、なんとですね合計108件もですね集まりまして、結構長文の方もいたりですね、いろんな悩み困ってることがあるっていうのは印象ありましたよね。ざっと率直な感想を見ていかがですか。いや、 やっぱり練習の仕方に困ってる指導者の方って、うん、多いんだなっていう印象と、あとは保護者の方はやっぱりもっと子供たちがレベルアップするような例えばスクールが近くにないとか、まあ、そういうこの成長を応援したいけど、はい、その応援する上でちょっとこう困ってるっていう、あ、まあ、そういう声が多いなっていうのは印象的でしたね。なるほど。なんかその成長をやはり指導者の方も保護者の方も子どもに成長してほしいっていう意向がありつつ、まあ先ほど その近くにスクールがないとか、もしくは指導の仕方がわからないとか、まあそもそも時間がなくて顧問の方とか教えられないとか、やっぱそういう課題というか障害がたくさんやっぱり現場にはあるんだなっていうのを改めて痛感しましたね。
はい、結構日本ではもうスクールとかクラブチームとか多くなってきてるなって印象はありますけど、まだまだそういうですね、発達してない地域というか、うん、まあ、場所もあるんだなっていう、そうですね、感じましたね。このアンケートを見ながら率直な感想をですね聞いてみましたけども、ではですね、部活って今後どうなっていくんだろうっていうことをですね考えてみたいと思うんですけども、解決3人がしていくっていうよりは一緒に考えるっていうスタンスがいいのかなと思ってますので、ズバリ部活どうなっていくと思いますか？いや、これですね、僕実は具体的に学校の先生たちと、まあ本当に座談会なんだけど話をしたことがあるんですよ。で、その時に僕衝撃的だったのは、まあちょっと指導者講習会だったんで、熱心に学びに来てる先生たちだったんですよね。で、すごい一生懸命勉強されてるから、こう勉強したことをコートで選手にこう部活で指導して、すごいいい部活環境になるんだろうなって思いながら話をしてたら、その先生に、いや、1週間でじゃあ何時間ぐらい部活できるんですかみたいな、練習できるんですかとか聞いたら、いや、1週間で2時間ぐらいかなとか。1週間って思って、なんでですかって聞いたら、いや、月曜日はこう職員会議だとか、でなんかで火曜日になるとちょっとこう保護者の電話とか対応があるから、まあ部活のコートになかなか行けないんだって、なんか水曜日は行けるけど、で木曜日はなんかまたクラスの委員とかのなんか集まりとか見たりしながら行けないとか、なんか結構まあそういう部活に行く前の仕事がいろいろあったり、もう緊急対応とかも結構あるし、もう電話対応とかもいろいろあるし、結局だからもうコートに行ってのは1週間に選手は2時間だったみたいな。そうするとこれはこう先生方が指導者として一生懸命勉強したとしても、うん、そもそもコートに行けないみたいな、仕事上ね。そうすると今は僕は部活の一つ問題とか課題というか、これからどう良くしていくか、このアンケートの中にもね、もう例えばもっとその指導者の方が、うん、もっと勉強してくれればみたいなことを言う保護者もいるけど、いや、そもそもいや勉強してる指導者いっぱい、うん、だけどもそもそも勉強してるけど、うん、コートに行けないみたいな人もいっぱいいるなと。もっとだから部活良くしていこうと思った時に、そういう学んだけどコートに行けないみたいな先生方をどうサポートするかもあるし、まあ、もともと学びたいけどこう学びに行く時間がないみたいな指導者の方をサポートするのも必要だし、そういうのはちょっと本当に強く感じたんですよね、その時に。外部コーチに来ていただいている、チームもあるとは思いますけど、まだそういうですね、コーチの方がとりあえず先生が指導しているっていう背景もありますよね。そうですね、ズバリこのまま行くと部活は衰退しちゃうなっていうふうに思ってます。どんどんその価値が下がっていくっていうふうに思ってます。ブラック部活動っていう言葉が出てくる通り、その部活を教師の負担が大きすぎてやるのが悪だみたいな、風潮も少なからず出てきているなと。ごっざんです。マサさん、マサイ、おーマスオ。